じゃあ続いていきましょう。これも怖い話ですね、はい、ビビりました。バチカンの黙示録ルシファープロジェクト。はい、三上さん、これ怖すぎるんですけど。まあまあ、バチカンで先日ですね、はい、この左側に映っているベネディクト16世、まあね、人相がねめちゃめちゃ怖いですよこれ。これ、ね、撮影する方も、ね、悪意があると思うんですけども。怖すぎますよ。どの写真見てもこ結構 こういう顔なんです。怖いですよこれ。もうこれだけで夜いたらめちゃめちゃ怖いですよこれ。どう？悪いか。まあその評判が悪かったせいじゃないんでしょうけども、いきなりなんかね、まあ一応健康上の理由ということで、まあね、死ぬ前に、まあ、上位ですね、はい、いわゆるローマ法王から降りると、はい、退位しますと、はい、この数百年ぶりですからね、はい、もう異例中の異例ということで、うん、で新しく、まあまあ、法王に就任したのが右のフランシスコ、はい、でこの、まあ、左側のですね、悪人面っつったらちょっとねカトリックの方にはあれなんですけど、ちょっと怖い顔の、はい、法王に比べて今回のというか今のフランシスコ法王はですね、非常にこう清貧、はい、もう結構ねバチカンの中の上の方も贅沢三昧みたいなことしてたんだけど、いかんと、うん、もっと質素にしなさいと、はい、だからもう車もね、法王が乗る車もね、そんなねいい車じゃなくていいと、はい、もうね乗れりゃいいんだみたいなね、うん、小型車にしちゃうとか、はい、で今までこうバチカンの中にあったそのスキャンダルももう赤裸々に、はい、いろんな幼児虐待みたいなのを全部話して、はい、もう懺悔してみたいな、すごくいい人ですね。評判いいんですよもう、はい、すごくいい人ですね。でまあいわゆるそのバチカンの組織改革っていうのに乗り出してるということで、はい、まあ、言ってみればその非常にこう期待されている方なんですが、はい、ただこの背景としてはイタリア人じゃないとか、イエズス会出身であるとかっていうのはどういう意味合いがあるんですか。まあ、初めてあれですね、南米から選出された、はい、方ですね、はい、それまではありえなかったですかね。ありえないというか、まあ、候補には上がってはいたけれども、その南米という、あとイエズス会って僕らはね、なんだろう、歴史の教科書でよく鉄砲伝来と一緒に年号を覚えたりするじゃないですか。あのイエズス会っていうのはフランシスコ・ザビエルとかね。まあそうですね。どういった組織なんですかイエズス会。イエズス会は世界中にね、宣教していくというか、まあ言ってみればその布教の中でも非常にこうある種先頭的な部分もあるんですけれども、はい、その特に南米なんかはスペイン、はい、スペインポルトガルの勢力で今日に至るの影響力が強いんですね。うん、で、まあ、バチカンというかローマカトリックの中でも何だろうな、まあ、中世でいう騎士団ぐらいの強い、まあ、力があるという、はい、でまあイエズス会もそうなんですけども、まあ、いずれにしてもその力が非常にもう単なる宗教的な力だけじゃなくて経済的な力も非常にあるということで。うんうん、で皆さん、あんまりイメージないんですけども、クリスチャンの方だったら分かるかと思うんですけども、懺悔ってするんですね、はい、国会って言ってですね、はい、まあ、ちょっと教会の中にあるちょっと狭い部屋にですね入ってですね、はい、でこう扉がこう閉められて、で小窓が中にこうあって、こっち側でその神父さんがこう、ね、いて、そこにこう罪の告白をするわけです。よく海外の映画でねあるシーンですよね。ね、まさにマフィアだってね、ゴッドファーザーでも、ね、そうこの人はやめましたみたいなお許しをって、ね、はい、あるんですけど、でもそれって、はい、考えようによってはそのすごい個人情報っていうかすごい機密情報なんですよ。完全そうですよね。そうすると神父はそれを聞くわけじゃないですか。そうですね。よくぞ話してくれました。今あなたの罪は許されました。主にっていうふうに、はい、でもその神父 ね、はい、ね、一応ねそれはね、まあ秘密でしょ、うん、誰にも言わない、うんうん、でもそういう情報っていうのは上に上がってくるんですよ。あ、そうなんですか。いろいろな情報ありますからね、はい、見てみれば極秘情報とか機密情報とかね、はい、特定秘密保護法が関係ないですからね。じゃあゴッドファーザー失敗しちゃったじゃないですかマフィアの人。実はそのバチカンっていうのは、はい、世界有数の諜報機関っていう側面がある。うん、
昔から世界中から情報が入ってくるという、うん、もしそれを吸い上げたとしたら少なくともカトリック教徒の人たちのかなりの一番人には言いたくない情報っていうのは全て集まっている、ね、いろいろありますよね、うん、まあ、いろんなことね、まあ、いろいろ個人情報もね、はい、今問題になってますけどね、はい、三上さん、それでこれ変わったことによってそれルシファーって書いてありましたけど冒頭どんなことが起きたんですか、まあ、それでですね、あの実はあの、まあ、ベネディクト16世の時代からどうもあの進められたらいたらしいんですけれども、はい、ミサってあるんですね、はい、ミサの時にこう、まあ、典礼としてこう、はい、唱える言葉があるんです、はい、主を称える言葉があるんですけども、はい、それはもともとラテン語なんですね、はい、例えばその ロシアの方のロシア正教であればギリシャ語、はい、で、まあ、ローマカトリックでいうとラテン語とかね、はい、でシリア教会でいうと昔古代のアラム語シリア語っていうのがあるんですよ、うん、でローマカトリックはそのラテン語でこう典礼を言うんですけども、その典礼の言葉がねちょっと変わった、変えられた、ああ今回、はい、でラテン語のその光、光を運ぶものとか輝ける明星っていうに相当する言葉があるんですね、はい、これをルシファー、はい、でまあ普通名詞で言う分にはその明けの明星、輝けるものっていうのはそのイエス・キリストのことなの、はい、イエス・キリスト自体があの自分のことをダビデの彦星、輝ける明けの明星だっていうふうに新約聖書の中でこう述べている、はい、でもその一方でその明けの明星という象徴にはこう打天使っていう象徴がある、うんうん、これはいわゆる大魔王サタン、はい、ルシファーのことであると、はい、で今回改編されたそのミサの典礼の文句を読みようによっては、はい、そのルシファーが神だっていうふうにも読み込める、まあ、ちょっと英語版だけちょっと映してきましたけど、まあ、あのここですね、あのいわゆるまあ、言ってみればイエスの父がルシファーだというようにまあ解釈できるという、1行目の2番目がルシファーって書いてありますね、いわゆるその単なる普通名詞じゃなくてその固有名詞としてのルシファー、まあ言ってみれば悪魔魔王のこととも読めるというですね、2行目もルシファーって書いてありますね、真ん中あたりに、でこれは偉いことだということで一部のクリスチャンの間ではもう大問題になっていると、これがあれなんですか、もう世界中の人がもうその本来キリストであるところをルシファーに変えて歌歌ってしまってるってことなんですか、まあ、キリストの父ですね、父なる神みたいなところの位置づけがそのルシファーだみたいになってるということで、まあ、これ3行目にクライスト・イズ・ユア・サンって書いてあってその上がルシファーになっちゃってるわけですからね、なんで非常にこうほらやばいということでですね、はい、で有名なのマラキの予言ってあるわけですね、はい、歴代の法王のことを予言したその中にいわゆるフランシスコっていうのはローマ人ペテロ2世っていう、はい、まあ、予言に対応する、まあ、法王なわけですよ、はい、予言が正しければ、でそのローマ法王はローマ人ペテロ2世の治世でもう終わると、うん、大きな迫害があって教会に迫害があってもう終わる、うん、っていうことはバチカンローマ教会が終わるっていう予言なの、うん、そんなとこまでとすると大丈夫かな、ほうフランシスコ、はあ、おいおいおいこんなことやっちゃってよ、いいのかいいのかいいのか、はあ、マジんじゃないの、はあ、っていうところでの、まあ、話題をですね取り上げたのが今回ですね、ということですよ今これから何がね、よく日本人はね言霊なんて言いますから、はい、世界中の人が、まあ、気づかないか気づいてるか分かんないですけど、こういう形でね言葉を発して歌を歌ってるとね、なんかちょっとねそんなことが本当になっちゃったらちょっと嫌ですね、そうですね、うん、まあ、ちょっとそんな感じで、お時間も来ましたのでこの後休憩を挟んでゲストコーナーで今日はあのパワースポットですよ、達人をお呼びしてますけれども、三河さん、次回の予告みたいなどんな内容、そうですね、総力特集は、臨死体験と死後の世界、まあ、死後体験みたいな感じなんですけども、実は臨死体験っていうのはいわゆる脳の中の生理現象であるとも言われている、はい、っていうのは完全に脳が死んだ状態じゃなくてそこから蘇生しているから、はい、でも完全に脳も死んで体も死んだ状態から生き返った人たちっているんです、うん、はい、
そうした人 の, あの体験っていうのは臨死体験とまた違うんだよ。その話を。で中でもその脳生理学者、脳神経が外科医が実際に死んで生き返って、だから分かるわけですよ、こういう現象がどういうふうに起こってるのか、まあ、どういう研究者ですからね、体の状態がどうなってるのかって、うん、全部、まあ、検証した結果も明らかに死後の世界はあると、うん、もうよくね、あの臨死体験は全部脳性臨ね、あれだって言うけど幻覚だみたいなぐらい、うん、そうなんじゃでいいよみたいな。あら、もうちょっとあれだよ、スミさんまた取材ね、後追いで、 いですよね、つまり今日学者の人が一生懸命突き止めた学説がまたひっくり返って、これが面白いところですね。しかも1000万人に1人とかの確率の病気なんですよね、その先生確か。あのもう奇病、奇病、奇病ですよね。普通はね死んだまま、うん、そんなね病気にならない。あのプルーフオブザヘブンっていうね本の、はい、まあ、翻訳出てますけども、はい、これは非常に興味深い、うん、で三上さん、来週ゲストは大御所が、はい、いよいよ大先生が、うん、並木慎一郎大先生、またかっこいい写真使ってますね。そうですよ、渋い。だって並木先生恥ずかしがり屋でもうずっと交渉してきたんですけど、俺話すの苦手だからさ、飛鳥さんでいいんじゃないっておっしゃるんだよね。やっとですよ皆さん、やっと来ていただきます、並木先生、来月です。はい、ということで、この辺で第1話終わらせていただきます。お疲れ様でした。まず休憩入ります。